大江元生は、鎌倉時代のご家人、南北朝時代の武将、鎌倉幕府満所所大別党、大江広元のご清孫、豊島河原合戦などで活躍した。佐賀大江氏は、大江元生の父大江元県の頃、下月騒動による、執権法上氏の圧力を避けて、佐賀層に移ったと考えられている。消失したジオン寺の再建などに取り組み、 省内の支配を確立していったと見られる。現行二年元県が亡くなると県政が後を継いだ。昭郷二年、新田義貞により、鎌倉が攻撃されると、同族の大江貞宏、親県が、執権、北条高時に順じて討ち死にした。貞宏の弟懐県や、親県の死県広氏は、佐賀江氏を頼って落ち延びてきている。南北朝時代になると南朝に味方し、 翌県武2年、大江源政は、陸津守陳寿府将軍、北畠明家と共に上京して、足利高氏軍と戦い系より駆逐した。翌県武3年に1月、再度の入京を目指す高氏を、摂津国で破り、高氏は、九州へと落ち延びる。北畠昭家が、延元3年に、摂津で戦死すると南朝は、昭家の弟、 北畠明信をこの越中条件道のくすけ真珠府将軍として下校させ、明信は道のく国を転戦する。元政は、ではで南朝側として戦闘に参加したと考えられ、官能二2年、昭平6年の時点で以前北条氏に没収された北、佐賀層の回復を果たしている。文那2年、昭平8年に明信が道のく国を追われ、出羽国へ。 根拠地を移すと、北朝側も、塩文元年、昭平十一年、柴金よりを山形に下校させる。この年、寺温寺で、本堂、釈迦堂以外を失う火災が発生するが、大規模な修復の記録は残っていない。塩文二年、昭平十二年、足利義明より、木良忠行に対して、佐賀江省内北方鎌倉円学寺寮の横領について対処するよう命が下る。 縁分3年、昭平13年4月、足利高氏が没すると、南朝側の活動が、全国的に活発になる。8月、北畠明信は、長海山大物海神社に願門を捧げ、南朝側の諸将を救合して決起し、佐賀江大江氏もこれに応えたとみられる。大江元政は縁分4年、昭平14年、柴金頼と争い、弟懐、こう。 剣広氏と共に討ち死にしたという。あと、長男の大江と気持ちがついだ。坂長官上三 P376、第日本資料第6編17冊4ページ、随戦時文書、第日本資料第6編21冊240ページ、武州文書、第日本資料第6編21冊989ページ、大物意味小物意味神社縁起並び文書、ハット AB、 ソンピ文脈、ハット ABCDE、アンナカボう系譜。ありがとうございます。